ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど聴いていただいた曲はマニュアルな恋です。次の曲はパワフルの中でも一番ダンスが激しい曲となっています。ぜひカメラに収めて聴いてください。サイレントボイス。
市の皆さん、私たちキャンフルトルネードです。平日の夜ということなのに、たくさんお集まりいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、よくもう少し中の方に詰めていただけたらね、後から来た人もね、見れるかなと思うのですごい店員さんもね、一緒に見てくださってるんで、皆さん気づきました。恥ずかしいのかな、隠れちゃった。ぜひ皆さん、後ろの方もね、見えるようにお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、このツアーを回ってるんですけど、私たち名古屋最終日ということで、また、お疲れ様です。実は2回目なんです、ここ。そうなんです。皆さん、そうなんです。見えた、見えた、本当のあるの、私10日ぐらい前にもここのビレッジワンの名古屋中央店さんでリリースイベントさせていただいたんですけど、本当にね、前回もすごい人がいっぱい集まってくださって、もう今回もこうしてみんなに集まっていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。すごいね、ね、すごい、カメラ、カメラすごい、カメラすごい、カメラすごい。皆さんぜひいい写真とか動画撮ったら、ぜひハッシュタグキャワフルキャワイイでツイートしてください。はい、お願いします。でも名古屋最終日ですよ、皆さん。はいはい、どうでしたか。なんかさ、名古屋さ、合計でどれくらいいたんだろう。結構長かったよね。20週ぐらい長かったよね。ねえ、いた、うん、5日間ぐらいいた。5日間。でも声5日間だったね。そう、感じるね。最初の頃は路上ライブも実はお客さん1人だったんですよ。そう、ね、でそれがね、こんなにね、最終日には本当にありがたく思います。名古屋飯も、はい、食べれました。なんだっけ、あそこのヤバトン、ヤバトン食べた、美味しかった、美味しかったね。ありがとう。本当にこの私たち、初めての方もいるので、わからない方もいるので、ちゃんと説明すると、サバイバルツアーっていうのをやってまして、 CD の売り上げの半分を使って、この20日間のツアーを生活、このメンバー6人とマネージャーを含めた、7人、そのお金のみで生活をして、帰んなかったんですよ、お家に。そうそう、お家が楽しいね、車で ね、 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 ね、そうそう。でもこのツアーを通して、たくさんの方にキャワフルを知っていただけたんじゃないかなってすごく思います、ね、だってさ、名古屋はキャワフルさ初だから知らない人ばっかりだったね。本当にだから最初はもう必死で、うん、全部必死だったけど、最終的にはこんなに初めましての方がたくさん来てくれて、あ、初めて、ありがとう。ちょっと聞いていいかな、じゃあ名古屋の皆さん、キャワフルのことを好きになってくれましたか。イエーイ。今日は終わっちゃうけど、またキャワフル戻ってきたらライブ来てくれますか。今後ともね、キャワフルまた名古屋にもいっぱい来れるように頑張るので、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。また来てください。ユーチューブで見て。はい、じゃあ次の曲はなんかブン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 飛んじゃうような曲なので、まあジャンプダメなんだけど、ぜひね、こうやって一緒にブンブンしてくれたらな、可愛いなと思います。すごい可愛い可愛い曲なので、それでは聴いてください。はちみつハンギール。
紹介ソングになっているんですけど、皆様サビのところでメンバーがハイチーズって言ったら、その後にラブアンピースって言ってくれますか？いいとも、いいとも、ちょっと練習しよう。いきますよ。ハイチーズ、ラブアンピース。ちょっともう一回、もう一回やろうか。ハイチーズ、ラブアンピース。まあまあまあ。いや、あんた持ってないでしょ。これは本番に撮ってるんだなっていうことで。なるほど。まあ、早速次の曲いきましょう。はい。この曲でメンバーのことがね、もっともっと覚えてもらえるんじゃないかなと思います。それでは聴いてください。さつかの歌。よバイニングストーリーっていうものを知ってほしくて、車
回ってたんですよ。そうなので今日が、そう今日があの全部合わせて20日あるのね、ツアーが、うん、で今日が19日目なの。はい、そう、そうだから明日が最終日。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、名古屋でもそうだけど、うん、他にも、京都、大阪、静岡、横浜、東京と回ってきたんですけど、名古屋が一番暑いんじゃないかな。いや、本当に、なんかね、なんかあれ、あ、出ちゃうじゃん。昨日は昨日で一回終わってるからさ。でもね、でもね、なんか前回の方が楽しそうにしてた気がするんだよな。そんな気もするな。確かに。じゃあまだ巻き返せるよ、みんな。はい、まだね、曲があるから。残念ながら、あと何曲だっけ？あと2曲？あと、ね、4曲。あ、4曲。バラバラ。大丈夫。大丈夫。みんな大丈夫。まあね、でも前回の名古屋超えるために一回、まあ、まず声出ししておきますか。次の声出し、声出し、まだまだほら、ぶれちゃったよ。あと2曲、あと2曲でもう終盤ですけども、だから終盤だからこそね、皆さんに応援してもらいたい。そうだね、ぶれちゃん、やっちゃいましょう。ぶれちゃん、言わせてください。皆さんを魅了する曲になっております。はい、なんで煽った元気かなと思って、はい、ということで次はセカンドシングルの表題曲となっているネバーエンディングストーリーを皆さんに聴いていただきたいと思います。この20日間ですごい、ね、悔しい思いとか嬉しいこととかたくさんあって、でもこの6人だからこそ乗り越えれて今があると思います。本当にこうしてね、毎日歌って踊ってをできてね、本当に幸せだなって思います。このツアーで始まった私たちの終わらない物語を聞いてください。ネバーエンディングストーリI'm not afraid to die.
はい、次でこの遠征中サバイバルツアー中最後の曲となります。ありがとう、この感謝の気持ちが届くように伝えたいと思います。聞いてください。星空ディスティネーション。
おかげです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、この後ネバーエンディングストーリーを購入された方を対象にメンバーが全員サインをするサイン会を行います。イエーイ。はい、そして私たち毎晩ツイキャスをサバイバル中に行ってまして、なんと今日が最後のツイキャスとなっておりまして、お時間は21時半からです。ぜひ最後見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてサバイバルツアーが終わり、キャンフルに会えなくなって寂しいなって思ってる皆さん、嬉しいお知らせがあります。なんと夏に東京8月11日新宿デニーで、そしてもうちょっと早く会えるのが7月22日なんと大阪の梅田、おーすごい持ってる、ありがとう、梅田シーナでまんまライブが決定しています。皆さん大好きになってくださった皆さん